今日はですね、空と雲についてやってみますね。意外とこの空と雲が風景画の仕上がり状態を左右するほど重要な部分ですので、今日2つの雲を描いてみます。ちょっとご覧ください。はい、じゃあこの雲からいきましょうか。とってもよく見る雲の形ですよね。まずですね、シャドウブルーですね。シャドウブルーとあとオペラを少し混ぜて、若干赤っぽく、まあ紫っぽくですね。で次にホリゾンブルーですね。この見えにくいかな、ホリゾンブルー、このブルー、これをもう混色なしでこういくと、まあ、ここから下はね、まあ、地平線になってくるので、まあ、今回はちょっと全部描いてしまいますけどですね、もうちょっとこの最初のシャドウブルーをこの辺まで知って、ここでちょっと流しますね。ちょっと絵の具流します。あんまり流れないときはちょっと霧吹きで水分を足してもらって、これやると綺麗なグラデーションができるんでね、まあ、それより何より、まあ、グラデーションもまあそうなんですけど、筆跡が残らないんですよ。ただまあ僕今アバロンという紙を使ってるんですけど、あと中目、アバロンという紙の中目は世間一般的な紙でいうと、まあ、他のメーカーでいうと粗めですね。ほぼ粗め、そんな紙なんですけどね、紙によってねこれできたりできなかったりするので、見られてる方の紙によるというところがちょっとありますね。紙によってはこうならなかったりします。で、もう本当に塗ってすぐで構わないんです。もう本当に乾かないうちに、ティッシュペーパーですね、ティッシュペーパーガチャガチャーとこうデクデクこうぐちゃぐちゃっと丸めてもらって、強くグッと押さえてください。で、雲の端の方ですね、雲の端の方は柔らかくていいです。もう濃い雲の塊のところはもう強くいってください。こうですね、端の方は柔らかく、本当に雲の印象、雲の出来、雲の出来じゃないですね、空の出来でね、絵が本当変わってくるんで、そこに存在している雲というのも本当にちゃんと描いていかないとね、空の出来が悪くなっちゃうんですよね。空はまあ色、空の色目ね、あと雲の描き方、まあ、雲があった場合雲の描き方だいぶもう絵全体を左右してしまうので、逆に言うと空が成功するとね、絵がねググッと良くなります。もうこれ一瞬のことなので、乾かないうちにね、それで
あとこの雲の近くに小さな雲がこう散らばってるじゃないですか。それってかもこれティッシュペーパーできるだけ先をこう尖らせてもらって、こう小さな雲、力はあまり入れないようにして、これも再現してやっておくとまた全然雰囲気が違ってくるんでね。先が尖ってないとできないんで、こう先をこう尖らせながらきつく押さえない、できるだけきつく押さえない、きつく押さえちゃうとねググッと残ってしまうんで、柔らかく押さえて細かい雲ですね。多少創作しても構わないです。で、雲には雲の層がありますからね、雲の厚みがあるので下の方がねグレー、ちょっと海外になってグレーになったりしてますけど、僕はね、相当慣れるまではそのことやらない方がいいと思うんですよ。十分その影となってるところがね、この今までの作業の中で偶然にもできてくるんです。例えばもうこの辺りとかね、あとこの辺、あとこの辺ですよね、この辺りまで、真っ白いとこだけじゃないですから、真っ白いところとうっすら白いところと絶対こうまばらができてくるので、それが影としての役割を果たしてくれるんでね、あえてここにグレーのね絵の具を塗っていくようなことはね、今の段階ではね、今の段階といったらですね、慣れるまでは本当に何年も絵を描いて慣れてくればいいんですけど、慣れるまではねやらない方がいいと思いますね。失敗しやすいです。せっかくここまで例えばできたと思ってもグレーの絵の具を入れ方をね失敗しちゃうと、間違っちゃうと、このせっかくここでやった絵がでパーになっちゃう。それぐらいグレーの影を入れていくっていうのは難しいんですよね。だから慣れるまではもうここでこの辺で止めておく。これは一般的に多い雲のアウトラインが比較的はっきりしてますよね。まあ小さな雲は周りにたくさん散りばめられていますけども、雲の塊自体は白い雲、アウトラインが比較的はっきりしてる。まあ入道雲ほど黙々として硬い感じの雲じゃないんですけども、そういう場合のこれ雲の描き方ですね。あとまあ空の色の色の配合ですね、シャドウブルーを上に濃いところ、シャドウブルーと、オペラを混ぜたものを上からで、だんだんと下に向かって薄くなってくる。それは最初のシャドウブルーとオペラの塗って水で薄くしていくんじゃなくって、このホリゾンブルーというのを途中から足していってグラデーションを作る、ね、その色の配合が、結構綺麗な晴れた日の、青空を作りやすいです。僕はそう思いますね。同じ色の濃淡じゃなくって2つに分けてグラデーションかけて、こうやって画板を動かして筆跡を残らないようにして、すぐにティッシュペーパーで細工していく、こんな感じです。じゃあ次に雲の形で、難しいのがほうき雲っていうのかな、こうちょっとこう若干こう雲がこう吐いたみたいな、ちょっとその雲もちょっとやってみますんで、次見てくださいね。はい、次はほうき雲ですね。ほうき雲は秋すいません、ほうき雲は秋ですね。で秋の空って
結構の青が濃いめなんで、ちょっと濃いめでいきますね。これね、もう紙にね、紙にもあらかじめこの傷が入ってるんですよね。すいません、紙に傷が入ってます。で、同じくホリゾンブルーですね。秋の空なんで、ちょっとこのホリゾンブルーの量は少なめに、もうちょっと濃いめにときましょうかね。はい、ちょっとホリゾンブルー、あ、ちょっとあんまりもう目立たなくなっちゃいましたけど、まあ、気持ちですね。やっぱりちょっとこう流してもらって、流しながら描いてもいいんですけどね、流しながら描く人いますよね。それでも構わないと思います。もうこの状態でこう描いていく、自然とこう下に流れ落ちながら行くので、その方がうまくいく場合もありますからね。どっちでもいいですよ。はい、それで、まあ、ティッシュペーパーを丸めて、白く見えるところはこうやって、やっぱり同じくこうやってグッと強く押さえて、それで行ってください。周りの薄いところはやっぱりこうちょっと力抜き加減でね。で、ここからなんですけど、それが終わったらこういうふうに吐くように。ちょっとね、これなかなか練習しないと、なんだろうな、ちょっとコツがいるかもわかんないです。いきなり やると全体的に白っぽい画面になっちゃうかもわからないので、練習しながら何回か、それで本番の絵を描いた方がいいかもわからないですね。なかなかね、実際の空のような蜂起雲にならないかもわからないですけど、雰囲気がつかめればもうそれで僕はもう OK だと思ってますね。そのまま多分出ない、難しいです、雰囲気ですね。はい、こんなもんだと思います。まあ至って簡単ですけど、このライン、白いラインがですね、やっぱりちょっと慣れないと、力加減もありますし、失敗例としては、このこうやってこう吐くときにですね、強くいっちゃったり、同じところをこう何回もやると白いラインができちゃう、できてしまうんですよ。もうなんか、ほとんど白みたいな濃淡ができないですね。こう なんかこう雲が流れてるっていうラインがにはならなかったりするので、それをちょっと何回か練習した方がいいでしょうね。うん、そうですね、その白いラインを作るのに、こんなか、これね、リガー筆で乾いた筆でこう撫でるのも一つ、これも手ですよ。これも手です。そんな感じですね。皆さん、いや、雲もっとたくさんあるでしょうと。いや、確かにね、雲の種類なんてもうそれは無限にあるかもわかんないです。
空の雲なんてね、たくさんあるんで、まあ僕が今日やったのは代表的な本当に雲の形だったので、ぜひ試してみていただきたいのですけども、大事なところをもう一回言っておきますと、まず色ですね、色目、上の方を、まあちょっとこれ季節が違うので一概に言えませんけど、上の方が濃い、ね、で下に向かって水平線に近づくにつれて薄くなっていく。ただ上の方の濃い色をそのまま水で薄めて 薄くしていくんじゃなくて、上がシャドーブルー、オペラ、真ん中あたりまで、ここからはホリゾンブルーというのをグラデーションで作っていく。で筆跡を消すために画板を動かして、画板をこう動かして筆跡を消す、で滑らかなこの空の綺麗なグラデーションを作っていくということですね。でティッシュペーパーで拭き取っていく。で拭き取った後に、今はまだ雲の厚みを感じるようなグレーの影は描かない方がいいということです。慣れてきたら挑戦するのもいいと思うんですけども、慣れないうちはもうこのままでいいと思います。あの雲にあまり影をつけない方が無難かなと、無難という言い方をしていいのかどうか分かんないですけど、うん、雲の影を入れると突然難しくなるので、全体的にレベルがこう皆さんの、まあごめんなさいね、失礼な言い方をして、皆さんのレベルがこう上がってきたら、そういうこともチャレンジして いけばいいんじゃないでしょうか。ちょっと難しいと思います、雲に影を入れていくのは。そんなとこですね。意外と空の色、空の雲の描き方をね、さらっと流されちゃって、他のところに注力していく方が結構おられます。空はとりあえず青く塗って OK みたいな、そんな感じの方が、まあ、ちょこちょこ目にしますので、ああもったいないなと思うことがあったので、今日は雲、空の大事さをやってみました。じゃあ一度試してみていただけると嬉しいです。じゃあ以上です。